こんにちは。与那原町教育委員会、障害学中心校課の宮城と申します。えー、ですね。これからですね、沖縄県の鉄道の歴史ということで、ちょっとあの、スライドを見ながら、えー、ご説明の方をさせていただきたいと思います。えーとですね。 沖縄県、ま、鉄道の開通までというふうになんですけれども、ま、沖縄県の話をする前に、まず、日本で初めての鉄道が開通したのが、皆さんご存知かと思いますが、明治5年1872年の10月14日、ま、旧暦だと9月の12日で、新橋横浜間で、今年2022年は、鉄道開業150周年ということで、今日の、あの、鉄道の 講座というのも、この日に合わせてちょっと行わせていただいております。で、えー、で沖縄県はといいますと、まあ明治4年に、え、廃藩地県によって、鹿児島県の管轄、まだ、あ、まだ琉球王国、まあ琉球藩というふうな時代でした。で、そうなんですけれども、えー、鹿児島県の三時からの要請で、えー、軽賀誌というのが送られます。 で、その、えー、鉄道開業式典っていうのにも沖縄から慶賀市の方が招待されて、えー、この市場、鉄道の方に実は乗っています。で、それから、まあ、琉球から沖縄県へということで、で明治12年、1879年に、まあ、琉球藩というのがちょっとあの、解体というか、されて、沖縄県が設置をされます。 そのまあ、近代化の波が沖縄県でも押し寄せるんですけれども、沖縄の鉄道計画というのは実は明治27年には持ち上がっていますが。が、えー、実際に営業開始ができたのは大正3年、1914年になります。で、えっ、ー、と、さ、なかなかうまくいかなかったのは、なんか、えっ、ー、と、ちょっと資金ですね。やっぱり鉄道を作るために、えー、線路、 で、枕、まあ、木、らまと、あ、用地の買収、もしくは借用などいろいろお金がかかるので、なかなか、まあ、あの、沖縄県、始まって来いの、まあ、あの、工、え、事、ー、となります。で、沖縄県の鉄道、県営鉄道が、えー、付設される前にですね、実は電気鉄道、那覇首里館っていうのが、えー、実は、 工事されています。で、これもいろいろ右翼曲折あって、大正対2年完成予定だったんですけれども、まあ、いろいろと、えー、資金繰り、まあ、えー、工事始まってすぐに、そのす資金源だった災害電気消介さんが、えー、破綻するとありまして、右翼曲折あって、1年後、大正3年に完成して、県営鉄道より早く、えー、7ヶ月早く実は開業をしています。 で、えー、沖縄県の県営鉄道がどういうふうに、えー、開通されたかといいますと、明治43年、1910年、えー 地方の鉄道網を促進、保護しようということで、施設、鉄道法っていうのが当時あったんですけれども、これを少し緩和して、敷設をしやすく、鉄道をしきやすくした、軽便、軽便鉄道法っていうのが交付されます。で、全国的に軽便鉄道の敷設というのが、ちょっとずつ、まあ、あの、軽便鉄道のブームっていうふうに言ったりもしますけれども、それが明治43年頃から見られるようになります。で、 ま、先ほどあった、えっ、ー、と、電気鉄道、馬車軌道、軽便鉄道っていうのが、沖縄県内でも計画されるようになります。が、まあ、先ほどちょっと重複しますが、なかなかこの資金が集まらずに、まあ、財力が伴わず、とも、わずに、現実には至らなかったというのがあります。で、えー、明治44年1月、沖縄県議会の通常見解で、えー 県営鉄道布設案っていうのが提案されます。で、これまだ沖縄県の、まあ、県議会始まって以来の一大工事。で、この2年にわたる県が調査を行いまして、まあ、まずは、えー、那覇与那原間っていうのを、また、えっと、国場から糸満にかけてという鉄道布設案が可決をされます。大対象3年、12月1日、 無事に、まあ、那覇与那原る館が営業を開始するんですけれども、えー、まあ、ちょっと、伊藤間までは、まだその時には延伸はできていない状態です。で、この度12月1日の前々日の11月29日、盛大に式典と記念列車、えー、と、まあ、2回往復をしたと言われています。で、で沖縄県、県営鉄道としては、千葉県、宮崎県に続いて、3番目に営業を開始した、 県への鉄道となります。それちょっと、えー、いろいろと,ちょっと説明が分かりにくかったかと思いますが、ちょっとこっちから、ここ,こからは図でちょっと説明をさせていただきたいと思います。まあ、県鉄に限らず、鉄軌道、あの、レールを使用した、えー、鉄道、電気鉄道、トロッコ、馬車軌道ですね、の方をちょっと主なものを説明していきたいと思います。で、これちょっとあの、内閣府の 北部国道事務所さんが作ってる、えー、地図があるんですけど、そちらに、えー、画質編集して、少しアニメーションつけていっているものになります。で、まず最初に、ちょっとあの、先ほど説明しました。沖縄県鉄道が、えー、開業する7ヶ月前、沖縄電気起動ということで、えー、大正3年、1914年の、はい、開通があります。で、これは那覇処理館ですね。 で、地図で表しますと、那覇と首里を結ぶ電気の鉄道になります。ちょっと今の揺れ,揺れると少し彷彿するような那覇首里の、えー、電車になりますね。で、その次ですね。まあ、同じ年、沖縄県鉄道で大正3年、1910年同じ年に、那覇与那原間がまず開通します。で、えー、まあ、同時期に大正3年に こういう形で。二つですね。県鉄と沖縄電気軌道が、えー、那覇、与那原、ね、沖縄県の南部の方に、えー、付設されることになります。で、えっと、もう一つちょっと、馬車軌道という、沖縄馬車軌道。で、那覇、ごめんなさい、与那原と合わせを結ぶ、えっと、馬車軌道です、ね、が、え、レールを敷いて、そこの上を馬車が引くというような、 のが対象5年、1916年に開通をしています。で、これは、オナバルから沖縄市の合わせですね。で、中部に伸びる、えー、ドロッコが引かれます。で、えー、馬車軌道なんですけど、もう一つちょっと、ま、代表的な馬車軌道がありまして、あ、せっこいつまでにちょっと。 えー、大正9年の、こちら、沖縄県鉄道大伊糸満馬車軌道ですね。失礼しました。が、大正9年の1920年に開通をしております。で、こちらは那覇、伊都満を結ぶ。那覇から伊都満のトロッコですね。馬車軌道が開通をしております。で、その後の県鉄道で、大正11年、1921年に、 今度はまた中部の方ですね。那覇とカデナ、えー、本島の、えー、西海岸を、えー、走る鉄道というのが、えー、沖縄県鉄道の方が敷かれます。で、その1年後ですね。また沖縄、えー、沖縄県鉄道で、大正12年、1922年に、那覇糸満の鉄道が、 敷設をされます。で、これがでの、で、だいたい、あの、えー、沖縄第二次世界大戦がで行われるまで使い続けられます。で、えー、対象12年には、こういうふうに、あの、鉄軌道っていうのが沖縄県内に張り巡らされるんですけれども、どういうふうにちょっとあの、終,終焉を迎えていったかというのちょっと流れを一通り説明させていただきたいと思います。で一つは、えー、モータリゼーションの波ということで、 えー、バスですね。車の出現があります。で、えー、沖縄電気軌道、一番最初に沖縄を、えー、鉄道として走った沖縄電気軌道なんですけれども、バスが出現して同じようなコースをたどっていて、また新しい、まあ、ちょっとバス、車というのが新しかったのもあり、ちょっと、えー、乗客が減少してしまいます。で、昭和8年にはもうちょっと、 こちらもちょっと資金のなかなかうまくいかずに、昭和8年に営業停止というふうになっております。で、もう一個ですね、伊、えー、糸満馬車軌道っていうのも、馬車の、えー、バスの進出により、こちらもちょっと営業停止に追い込まれています。で、正式な営業廃止届は昭和14年に提出がされております。 で、他のところは、先ほどとあの、ご説明したんですけども、第二次世界大戦ですね。まあ、唯一の地上戦と言われている沖縄戦ですね。で、えー、その際にやっぱり被害を受けまして、沖縄馬車軌道っていうのは、昭和19年には運行が停止されたというふうにされています。で、県鉄道はどうだったかというと、う昭和20年の3月に、どうしてもあの運、運行ですね、を停止せざるを得なくなっています。 が、あの、ま、正式な営業停止の届けっていうのは出されずに、そのまま復活することなく、え、ちょっと終焉を迎えてしまうというふうになっているので、まあ、今、営業停止が届け出されてないので、まだ沖縄の鉄道は生きているというふうにおっしゃる方も今いらっしゃいます。で、この、 大臣世界大戦後なんですけれども、まあどうして復活ができなかったかと言いますと、戦後の物資の不足ですね。鉄、まあ石もそうなんですけれども、あの各お寺さんに、えー、飾られてた金とか、繁殖ですね。もう全部あの、生活のための物資として持ち去られてしまっています。なので、沖縄の方ではちょっと線路跡がわかりづらい。またその、えー、いろいろこう、 地上戦もあり、官報射撃もあり、で、その後の土地利用で土地の区画が分からなくなってしまっている部分もありますので、なかなかちょっと線路跡も分かりづらい状態です。ですが、まあ、ちょっとその、全部が全部分からなくなってしまったわけではなくて、こちらの与那原町のように、与那原駅が昭和6年、コンクリート製に建て替えられてましたので、 戦後も回収して、え、現在、まで使い続けられています。で、もう一つ今日はちょっとあの、大東島の方がいらっしゃってますので、大東島のちょっとトロッコの方を少しあの、ご説明をさせていただきたいと思います。で、こちらも沖縄県内で一番長く使われている、まあ、鉄軌道というふうになります。で、沖縄県内、本島先島含めて、 最も早くレールが付設されたのが南大東島になります。これは明治35年、1905年にはもうすでに付設をされていたというふうに言われています。で、まあ同じ、沖縄本島と同じように第二次世界大戦で漢方によりちょっと破壊はされてしまいますが、戦後復旧して、佐藤キビですね、の輸送に、えー、活用され続けて、まあ、昭和58年にはちょっと運行のを停止して、えー、車両は車庫の方に あの、保管がされたというふうにされています。なので、えっ、ー、と、大東島の方で戦後もずっとこう活躍をしている沖縄県唯一の鉄道があったというふうに言われています。で、まあ、ちょっと沖縄県鉄道復活っていうふうにちょっと、あの、暗い話ばかりだったらあれなので、与那原駅舎の復活のお話をこちらでさせていただきたいと思います。で、平成26年ですね、あの、本当にちょうどヨナバ 那覇かの開業から100年後、駅舎として今見ることができるんですけれども、現代にその姿が蘇ります。で、ユナバル町の観光拠点としての役割、駅ですね、本当に、まさしく駅の役割を持っています。で、その後なんですけれども、先ほどちょっと、 ご説明した通り、なかなか沖縄県の場合は戦争に被害、もしかしたらその後の戦後の土地利用のために、まあ、なかなか線路の跡が分かりづらいということもありまして、国の登録記念物ということで、えー、遺跡としての登録を受けています。これがまた平成29年10月13日、鉄道の日の1日前に官報で告示されるというような、まあ、なかなかこの鉄道にすごく えー、たずさばる上では興味深い日に、あの、登録を受けています。で、与那原町ではその、えー、駅を中心に、まあ、鉄道関連、いろいろと、えー、イベントと、あの、観光商工化さんと、私たちの障害福祉新交化の方でも、ちょっといろいろと取り組んでいっている状態です。あの、まあ、この、ざっとですけれども、沖縄県の実際に鉄道があった時期から現在、 までっていうのはちょっとご紹介をさせていただきました。はい、豊かさんめでございます。えー、鉄道150周年、えー。沖縄の鉄道で言えばちょうど108年になると思います。それで。 警備員いうことがよく、あの、言われますけれども、これなんで警備員かというと、結局はあの、レールの幅が狭いだけでなしに、あの、客車も機関車も規模が小さい。ね。規模が小さいっていうことは、費用もやや少なくて済むけれども、立派な鉄道なんです。で、この警備員ていうのを作るためには、 あの、実を言うと、沖縄の皆さんは、何とかして国で、国鉄でやってもらおうと思って努力をしたんですけども、国は手を差し伸べてくれない。それじゃ仕方がない。県で作ろうっていうので、で県はお金がないですから、あの、赤十字社から借金をして、沖縄県独自の力で作ったのが、この、 軽便鉄道なんです形は少し小さいですけれども立派な鉄道でしたこの立派な鉄道ということがあの沖縄の皆さんはあまり気が付かれてない「軽便、軽便とっていうのライトレールというとなんか軽々しく感じられますけれどもかなり立派な鉄道でしたそのお一つの表れがあのー まず、時間がとても正確であったという。これは、あの、その当時の管理者長さんが。大変、時間に厳しい方であったというようなこともあったようですけれども。軽便の割には、事故が少なかった。この二つの実績のほかに、面白いことには、あの。昔でいう、三等車。 今の普通の記者で、えー、二等車というのがグリーン車にあたるやつでねそれでまあ一等というのはちょっと特別のあれでしたけどもグリーン車をつけた軽便鉄道というのはの大変珍しいそれからグ,グリーン車がついて、えー、那覇と与那原の間三等車であれば 12線で済んだところが、グリーン車に乗りますと18線というふうに高い。ね、でもそういうその軽便でありながらそういう立派な車両をつけていたということも全国的には珍しいことの一つです。それが那覇と与那原の間で結びつけられた。与那原の駅舎は あの今こうやって立派に復元されてますがちょうど東京の新橋と品川横浜の間にあの初めて汽車が走った時に東京の新橋っていうのは今の新橋駅と違うそれから今の汐留駅ともちょっと違うところにそこにそのお日本の鉄道の発祥の地の,あの鉄道の駅舎が。 復元されてますで。その鉄道が実際に走ってないのに駅舎だけを復元させたというのはここの与那原と東京の昔の新橋駅こ,このこの2つだけなんですね。だからそ,そういう非常に優れた軽弁であったということを知っていただきたい。 軽便というのはライトレールというとなんか軽く考えるように思いますけれどもとても立派な鉄道であったと思います。だからこそあの昭和天皇がまだ皇太子時代あの軍艦にカトリというのに乗ってずっとあのヨーロッパにあの留学に行かれるその途中に、えー、急に 那覇によって首里に表敬訪問をするということが決まったわけですがこれを決めるについてもいろいろ議論があってもうそんな片たごと警備員にそんな偉い人を乗せるわけにはいかない事故でもあったらどういうことになるだろうということで大変心配をしたんですけれども今言ったような実績というものがあったためにじゃあ とにかく与那原と那覇の間はあの汽車に乗せようということで京便鉄道にあの皇太子が乗って往復をしておられる。那覇から首里藻の間は本当いうとちんちん電車が走ってたんですけれどもこの チンチン電車時々脱線したりいろいろするもんですからこれはちょっと怖いということでそれはやめて人,人力車で行かれてでこの鉄道だけはこの警備員を使って往復をされたそういう輝かしい歴史を持った軽便鉄道県鉄道であったということを皆さん誇りに思っていただきたいと思います。 天皇皇后を乗せただ車だけがお召列車という言葉を使ってそれ以外は宮廷,宮廷列車とかあるいは御両者ということが言われますけどもまさに御両、ね、のお召にも匹敵するような御両車というものをちゃんとあの新品の客車を改造しまして。 天皇を乗せて大変満足であったというふうに言われております。この昭和天皇はね結局どうも鉄道ファンであったようでね、うん、あのパリで地下鉄に乗った時も切符を集めておられたりするそれからあの戦後あの巡航といって日本中を、まあ、鉄道で回られたのも あれやっぱり鉄道好きの発想であろうというふうに私は今でも思っております。そういう、えー、輝かしい歴史を持ったヨナバルの駅というものがこういう形でもって、だからこそあの文化財として認められたりしてるんだと、もっともっとこれを発展させていくような。 あのこれから努力をしていただかなければいっていただきたいなというふうに思います、うん、あの先生戦前にですね皇族が警備員鉄道に乗られた例というのは非常にまれと思うんですが。うん 極めて稀であるんだよね。うん、あんまり私、あの、鉄道史の方に詳しくはありませんから、わかりませんけども、あんまり例がないようです。あ、ゼロではないようですけれども、うん、あの、非常に、あの、普通には、ちょっと、軽便鉄道なっていと、小さな型ごと記者ポッポだと、そんなものにお偉い方を乗せて、毎日のことがあったらどうなるんだという時代ですから。 まず極めてあったとしても軽部の例であったというふうに思います。だからこの駅舎の前にあの立派なあの東宮殿東宮っていうのはあの皇太子のことですけれども東宮殿下の乗車のあの記念の石碑を建ててあるのも最もであるというふうに思います。うん、あのそれと先生一緒にですねあの鉄道の後を たどったときに枕木があったと思うんですが、うん、あのコンクリート製の枕木がありますよね。これは非常に珍しいと思うんですね、はい。あの枕木というのはもともとあのイギリスから入ってきたもので、あの木材松だとかカシだとか硬い木を使ったものを枕木スリーパースリーパーといったもんですから、あの日本では。 そんなものないだろうと思ってたくさん取り寄せてみたら木の棒であったというのでこれなら日本でも調達できたはずだと木材で大体いいこの枕木という枕木というのは線路がこう日本ありますその下を支えるものなんです、ね、これをもうね大体全国的に見てあの国鉄も含めて木材なんですけれども 警備鉄道はどういうわけですかねコンクリートの,あのおー枕木を使ってます。それはあの現に小グラの近くでもご一緒に見ましたけれどもあのちゃんとボルトとナットで、うん、まあこれはあの戦前はちょっとあのい弱いというのであんまり国鉄は使ってなかった。 戦後もその中でいろいろピアノ線を入れたり工夫ができて今ではもう新幹線を含めてあのコンクリートの枕木は当たり前になってますけれどもあのその当時はおそらく大変珍しいものであったとそれがこの京便鉄道には使われてたということがあのこの目で見て確かめております。うん、あとですね あのー、昭和天皇が上陸なさって与那原駅まで歩いてきてると思うんですけど、はい、その時に沖縄の海軍の海軍少将ですか、はい、環那少将が先導者ということでその話をちょっと教えていただけますか。はいあのー、戦前のヨーロッパ旅行というのは船しかないわけです。でそういういとか 偉い方が行かれる時は軍艦を使われたその香取という軍艦ですけれどもこれが与那原の港に入ったわけ。で今と違って岸壁があるわけではないんで沖合に泊まってはしけで浜に上陸されてそれから浜の上陸されたところから与那原駅のあるところまでの間はあの歩いて行かれた。 で、その、歩いて行かれたときは、ああ、その、誰が先導したかというと、その、かとの艦長である、カンナ・けんという方がね、海軍大佐も、後に少々にまでな,なった人。その、戦前はあれですよ、軍人さんというのは、やっぱり、あの、お役人とか、あ軍人というのは、最も、あの、偉い人。で、沖縄県出身の、 館長さんの初めておそらく少々にまで上り詰めた方は神田さんだけだろうと思うその方があの先導をしたというのでその通りをあのカンナ通りという名前がつくぐらいあの有名であった。で皆さんこうじっとひ,あのひれ伏すようにしてあおっ。 お迎えしたらしいですけども、中にはあの、上を見て、ああ、なかなか、あの、いい男だなとか、そういうことを感想に漏らした人もいるらしいですが、あの、そのあたりは昔の頃の話を聞かないとよくわかりません。とにかく、あの、沖縄出身のそういう海軍の偉い方が、 先導したということも一つの、あの、エピソードの一つになっております。はい。どうも先生、ありがとうございました。はい、先生ですね。あのー。最初に伺ったときに、あのー、桃坂くんね。 あのロマンを求めて一生に一度は南大東島に行ってみなさいと言っていただいたことがあるんですが <laughs> あの覚えていらっしゃいますかのところがですね、まあ、先生のご縁であのもう島に30回は行ってるんかなぐらいは40回先生いや,いや <laughs> <laughs> あのまあ鉄道が縁でですね、まああの島に行けるようになったんですが、南大東島についてあの先生のちょっとこうあの目,目から言っていただけますか。え、季節からね。そうですね。どうぞ。い,いいです。は私が南大東島というのを知ったのはね、昭和50年ぐらいです。 まだ私がの裁判所というところで非常にあの厳しい仕事をやってまあ毎日過激派とか学生事件を相手にやってる最中だったんですけどもその頃まあ仕事の合間といいますか仕事の合間を縫って日本中の鉄道をあの細かくこう隅から隅まで 乗りり回ししておりましたで終わってふっと気が付くと沖縄県だけがが行ったことがないんですねでなんか戦前に鉄道があったという知識だけはあったんですけどもなんかないかと思っていろいろ調べてるうちに南大東島にまだ汽車が走ってるということが分かったわけですそこでまあどうしても もう男のロマンといいますかこれは沖縄県唯一の鉄道日本で最南端の鉄道これはもう何としても乗らなきゃいかんと思ってまあ仕事の忙しいのを半年前からあの仕事のやりくりを先輩同僚の皆さんの協力を得て生かしてもらおうということで忙しいマッサージ はじめは簡単に考えてたらね、あの、夏休みは行っても記者は動いてないと。で、あの、正当期しか動いてないって、ね、冬の間と正冬期の冬の間っていうのは、年末から年始にかけて、裁判所にとっては一番忙しい時で、とてもダメだと思ったんですけども、なんとかこれをあれしたいということで、まあ、 あお許ししを得ましてねそしてとうとうあのはるばる大東島へその当時はまだ電話だってこれこれこれ,これですよ申し込んで34時間かかる、えー、それで南大東島まで渡りましたら地元の皆さんが呆れたような顔をしてこういうヤマトフラーもいるんだということでね <laughs> ええー、そう言いながらも 暖かく試運転の列車乗せてくれましてね、えー、動く汽車に乗ったのは沖縄県で大東島だけがたった一つうん、うん、その後またあのご縁があって沖縄にえ仕事の上で参りましたその時もまた参りましたから大東島の鉄道には2度乗っております。うん、え大変あの貴重な 今では機会になったと思って今日は何か大東島からもいろいろ関係の方々が来られておるようですからそんななおお話を聞きたいなと思っております <laughs> あの柿野のさんにお話を伺いたいんですが「シュガートレーン」の復活ということで授業を起こされたと思うんですがその時にまああの先生を通じてですねいろいろ あの関わってくれということで島にあの行かせていただくようになったんですが、はい、シュガーと連のまああの復活のまああの経緯とか狙いをちょっと教えていただきたいと思いますはい、はいえー、まず、えー、改めてえっ、ー、と南大東島で生まれ育ってそうですね今あの商工会の会長をさせています柿野さんですけどまああの豊田先生が多分昭和の57年に、えー、この 撮ったえそれが今現在あのシュガートリントの島の歴史の中としてずっと文化センターというところで流してもらってですねお客さんの方々に見てもらってますけど、まあ、内藤島ってその昭和明,明治33年に、まあ、八条から開拓が入って。 えー、先ほどのお話のあるように、えー、大正六年に。この汽車軌道が、それもあのサトウキビのシュガートレインということで。えー、運用して、えー、僕たちも、それが昭和五十八年ですから、えー。見ることができて、実際に感じていました。えー、周囲二十一キロですけど、その。汽車の線路が三十キロあったと言われてます。うん、そして、えー、まあ、あの駅ですよね。 僕たちはそのポイントっていつも言ってたんですけどこのポイントっていうのも本当は本来はその向きを変えるのがポイントらしいんですけど僕たちは駅のことをポイントとずっと思っていたんですけどそういう歴史の中で昭和58年に沖縄本島と一緒でトラックの産業に変わるというサトウキビをトラックで運ぶ時代に変わるということで亡くなったんですね。あの 実は初代諸国家の会長だった奥山さんという方がどうしてもその鉄軌道を復活させたいということでまあ12年平成12年頃からその話があってぜひ復活させたいということで実際的にはまだ復活はしてもらってないんですけどそのスタートが平成25年ぐらいから始まりましてその時に 福岡の方に赤村の方にも行ったんですけどその流れから諸作さんともお会いしてこういうふうに今日久しぶりに先生をお見することができたんですけどその流れからですすありがとうございます、はい、あの今もうあの柿野さんは村会議員として活躍されてるみたいですけど、はい、あのやっぱりあの行政の後押しというのは必ず そういう大きな事業は必要と思うんですが、はい、まあ今あの村としてはどのような状況、そうですね。あの村としてもあのまあこれはえ夢はまだえ捨てたわけではないです。えー、実はあの産業大臣の方からえ平成19年にも認定を一応あの産業の振興ということでえ認定をもらってますもらってるんですけど、まあえ先ほどから沖縄県が えー、そのやったようにその村でやろうということで一生懸命やってるいんですけど、まあ、先立つものがまだなくであの実はその場所も決まって、えー、復活をする距離も2 7キロという、まあ、その、えー、場所があってそこを設定してもう全部決まってます。あるる程度内容も決ままってるんですけど、ま、だ、えー、現実、えー ここにはえの至ってない状況です。でも必ずしややりたいなとは思っています。ぜひ頑張ってください。はい、<laughs> あの今ですね、やっぱりあの沖縄で鉄道に関係あるっていうところはあの本島のまあ,あの与那原を中心としたですね、まああの建設の跡と。 あるいは、あの、ネオの、あの、ネオパークさん、名古屋のですね。それと、まあ、南大東と思うんですが。あの、観光協会の会長さんにお伺いしたんですが。あの、鉄道での町おこしとか。そういうことは、あの、どのようにお考えでしょうか。<laughs> ありがとうございます。はい。南大東村観光協会の金城優子でございます。そうですね。私は、あの。 ももとと南大東の出身ではなくて沖縄本島那覇の出身なんですけれども大東にこの「シュガートレイン」があるっていうこともすごく素敵だなロマンがあるなっていうのを感じつつでそれで南大東島に サトウキビのお酒ラム酒を作ろうっていうプロジェクトを始めてですね。今、えー、南大東島のサトウキビでラム酒を作っているグレースラムっていう会社を経営しております。で、そんな中で、どうしてもやはり、あの、南大東島にはサトウキビがあり。で、サトウキビがあると、やっぱシュガートレインという、すごくロマン豊かなこの列車が走っていたという物語があるわけなんですね。で、それは、すごく、あの、沖縄で初めて鉄道が走ったのも大東島ですし。で、シュガー、海外のようにシュガートレインが走ってたのも大東島。すごく。 の大東って日本においても沖縄においてもすごく私にとっては特別な場所のイメージがあります。で、そんな中でやはり、えー、観光客を誘致する意味。でも、この今今現状もですね。すごく自然豊かで。すごくあの。いろんな財産を持っている島ではあるんですけども、これに加えてシュガートレインが復活するとなると。 世界中から注目を浴びるる島になると思うんですよねでそういった意味ではかねてより豊先生はじめ桃坂さんそして村議、えー、の,の皆様たち協力しながら話し合って今までこう煮詰めてきたこのお話をですねまだちょっと時間がかかりそうだっていう雰囲気はあるんですけれども必ずこれを実らせることでもっともっと世界に発信できる島になると信じております。なのので観光の、えーえー 商品としてもすごくこれは必ず実現するべきものだなと感じているところです。うんうん、ありがとうございます<ー>、うん、先生どうですかねあの南大東島のシュガードレーンの復活は。ねはい、まあね大体いい島に鉄道が走ってるという例は非常に少ないんですよ。戦前はあの淡路島に、えー、鉄道がありましたけれどもね。 で南大東もあの基本的にはあのサトウキビを運ぶための鉄道でお客を運ぶということはあまりなかったようですけども客車が1両だけ残っておりましてねでそういうお客を乗せて運んだこともあるようですからまあそういう意味では立派な鉄道しかもあの。 環状線のほかに視線がいくつか出ておりましてまあ三十何キロ機関車が十数両それから貨車が300両近くもあった大変立派な鉄道だったんで昭和58年の整頓機を最後にトラックに変わってしまいましたんでね非常に残念と言いますかあれはあの。 島としてもっともっと大事にして残しておきたかったあ鉄道であったなという感じがいたします。先生せっかくなんであのお二人に何か期待するところをぜひの柿野アナさんと近所さんに。もう、ま、う、あ、しょうがない <laughs> そちらからか <laughs> <laughs> と振られましたがよろしくお願いします。いい <laughs> いつもあありがとうござまますあの <laughs> いや、まあ とにかくあの南大東島というのはととあの、まあ、北大東島もちょっとあります北大東は輪郭石が中心で、えー、立派なこれも鉄道があったようですしそれから今あのアメリカの砂漠上で問題になっている沖の大東島にも立派なあのヤードがあって、うん、写真は残っておりますけれども、うん、あのとにかくあの,あの3つの島は。 ちゃんとしたた鉄道を持ってたわけです、うん、でそういう意味からするといまさ、あ、らなかなか鉄道を復活させるというのは容易でないと思いますけれどもあの他の文化と違って八丈島から東京都の八丈島からあの移民の皆さんがやってきて100年以上前にあの開拓をした島ですから いまだにあの江戸の文化がかすかに残っているそれから沖縄の文化も入っているちょっと沖縄としては不思議な雰囲気を持った島です南宮古八重山久米島とまた違った独特の島だと思うですから観光のあの種はいくらでもあるわけで、えー、鉄道そのほかいろいろあの。 たくさんの大小の自然の池があります。そういう池なども生かすとか、知恵を絞ればまだまだあのこれから先伸びていく島だと思います。あの先生お二人からですね、あの決意表明をいただきましょう。決意表明。<laughs> あの竹内さんお願いします。かか <laughs> はい、えー、まああのそうですね。えー、先ほどもお話し,したようにやっぱりあの。 先人の方々がえ実際にその使ってきた歴史文化というのはやっぱりこれからも次の若者たち子どもたちにも広げるえ伝えていく意味でもこれはぜひ復活させたいなと思ってますのでえそんみ上げてえ頑張っていきたいと思いますえ頑張りますありがとうございます金城会長ですありがとうございます、はい、そうですね私もあの 柿の原さんに同じくですねで戦前活躍していたシュガートレインがまた島を走ってですねそして子どもたちが観光客の方々に対して手を振る姿ですとかそこでまた交流が生まれたりであとはまあ一番やっぱり子どもたちへの夢にもつながるそういったあの島ができていくのかなって思いますしでまた観光関係でいきますと先にやっているネオパークさんの あの,あの行動もすごく勉強させてもらいながらですね、うん、取り入れてやっていければなと思っております。どうですあの沖縄の中でもね鉄道にご縁のある市町村というのがいくつかあるわけです。えー、例えばあのまあ、那覇、ヨナバルもちろんのこと、それから大東島。 名もありますしそのほかにまあモノレールでも那覇と浦添それからあの本部半島のあの海洋博の公園の中には昔あの海洋博の期間中だけあの新しく新交通システムというあのゆりかもめとかポートライナーの元祖にあたるやつが期間中だけ運転してて。 たくさんの何百万人という人を運んでいるわけです。そういう鉄道にご縁のある市町村というのがいくつかあるわけで,すでいや沖縄市も合わせだとか糸満も関係がして,してくるとなるとそういうその鉄道のなんて言いますかねご縁で結ばれる市町村がこう何かの形でもって一体となっていろいろなことを 企画し考えてみたらあ沖縄ももっともっとあの知恵が出てくるんじゃないかなつくづくそんなことを感じます。<laughs> 私があの知ってる限りでも沖縄に関して、えー、今日までいろいろな鉄道唱歌があちこちでできてるわけですで。そういうものを集めて音楽会をしてみるとかねいろいろな知恵というものはこれから 出てくると思うんでそれはやっぱり関心を持たないといけないいいとけ関心を持つことによって自分たちの暮らしをどういうふうにしていくかと、うん、新幹線だけが鉄道じゃないんでスピードはもうこれ以上いいですからうん、うん、もっともっと足,が足元が地に着いたあの公共交通鉄道系の乗り物を考えるのには もう少しこうゆったりした気持ちを持たないといけないとだからあれやこれや考えればいろんな発想がこれから湧いてくると思いますのでぜひ若い皆さんたち頑張ってくださいい、うん、ありがとうございます <laughs> あのぜひお二人にお願いしておきたいんですが、はい、先生がお元気なうちにシュガードレーンの復活をして、はい、あの先生に一番列車の運転をしてだけるようによろしくお願いします。はい 沖縄県鉄道のまあ現況っていうことなんですけど私の方は与那原町の方しか詳しくないので与那原駅跡について現況と活用についてご説明をさせていただきたいと思いますでこちらのもスライドを見ながら説明をさせていただきますで沖縄県鉄道与那原駅跡ですね でこちらの方が先ほどのちょっとあの概要で県鉄道の歴史でちょっとお話しさせていただいたように今現在ですね平成29年に、えー、国登録記念物遺跡関係ということで登録になっています。登録範囲が今駅舎がある範囲と、えー、駅舎の後方からですね後ろの方からちょっとレールが出てますのでその面積含めて 1,622平方メートルが登録範囲というふうになっております。近代沖縄における鉄道を中心とした交通の歴史を知る上で意義深いということで国の登録記念物へ登録をされております。四日市駅跡の四日市町と駅跡の場所なんですけれども、この位置ですね。沖縄本島の東側になります。 で登録の範囲が赤い範囲で今すでに駅舎とその駅舎前の広場になっている範囲です。で黄色く囲っているところが、えー、と今後登録の必要があるというふうになっている場所になります。で沖縄県鉄道なんですけれども7 6 2 m m 7 6ンチの機間を採用した軽便鉄道になります。 えー、路線は与那原線嘉手納線糸満線の3路線になりますで、えー、3つ合わせた総延長が、えー、軽便鉄道としては岩手の軽鉄十勝の鉄道に次ぐ3番目の営業距離を有する鉄道となります。で、えー、ちょっと名称なんですけども沖縄県営鉄道というふうに呼んだり、まあ、沖縄県民からは沖縄の鉛で軽便ではなく軽便というふうに呼ばれて 親しまれてますこれも沖縄のあまりになっておりますなのでどちらかと,いうと沖縄の人は軽便鉄道っていうよりも軽便ていう方が親しみが深いので私たちの方も軽便というふうに呼ばせていただいておりますで今与那原駅なんですけれどももともとはあの役場与那原町役場として使われた後に農協さんですね農協が跡地としてあま利用しておりましたで JA の方が 与那原の今の駅舎があるところから上がり浜に移転することになったので跡地利用について検討されるんですけれども与那原駅開業100周年に合わせて沖縄振興一括交付金をちょっと活用をして復元という形になって平成27年2015年ですね与那原町立警備員与那原駅舎展示資料館として復活を遂げています。 今の京浜、えー、鉄道ですね。だいたいあの湯田原駅舎の様子ですで。正面から見た雰囲気ですね。で、えー、ちょっとこちらが少し昔の写真になるんですけれども、写真から復元を行っています。で比較してみると、えー、新しい復元された駅舎と 写真で見るコンクリート施設ね。昭和6年に建て替えられたユナーバル駅舎になります。で後ろの方なんですけれども、えー、まあ、線路があったプラットフォームがあった側になります。えっとこれは戦後戦争戦後ですね、えー。コンクリートの建物調査というのが行われているんですけど、利用できそうなコンクリートの建物を、えー、調査した時の駅舎の 裏側の様子ですね、えー、比較するとこんな形で、まあ、こう写真を利用しながら復元を行っていますで復元の際なんですけれども駅舎の柱の保存と公開っていうのをやった方がいいんじゃないっていうことでいろいろ検討をして、えーまあ、今セットバックをしてるんですけど前の方に2メートルほど写して、えー、昔の柱が見れるように保存もされています。 でその裏側ですね先ほどレールが出てるというふうに申し上げたんですけれども外交工事の際に、まあ、レールと、まあ、レール固定する犬釘枕木等の遺構が見つかっていますであの図で見るとあの黄,色い黄色い点線で囲っているところがもともとの柱でその前にちょっとセット、えー、移動させて駅舎の復元が行われています。 で残された柱なんですけれどもこういう形であの間近に見ることができるようになっています。で、えー、線路なんですけれども今ちょっと保護のために埋め戻しをしておりますが今回写真の方でご紹介をさせていただきたいと思います。でこれは27年度に外交工事の後に調査した時の写真になります。まあ、なかなかちょっと、えー、分かりづらいかと思います何が出たかというのをこちらで解説をしていきたいと思います。でまずちょっとあの 白い点線で囲っているのがこれあのニイビノフニって言って少し硬い砂岩になるまあ沖縄ではやわ柔らかめかと思うんですけどニイビノフニという砂岩が出ていてで、えー、この点で上から三つ丸で囲んでいるのが犬釘が出ていた場所です犬釘が二本一組で出ています土に刺さった状態ですねなのでじゃあこの線路は一体何なのかというと 動いいててしまっているじゃあ元はどこだったのかというと先ほどの石の上新火のニの上と二つ一組でできている稲くのラインをたどると大体このような黄色の線これがもともとのまあ軌道の幅に実はこれが約7 5ンチなのでここに本来線路があったけれどもまあえー ちょっとまあ工事の際なのかいつなのかわからないですけれども戦後に動いてしまっているけれどもそこに確かにレールがあるというふうになります。であともう一つちょっといろいろと名称が出てきている話をしているんですけれども沖縄県鉄道管理所っていうところ、えー、まあ県の資料ですねでは沖縄県鉄道の名称がずっと使用されています。でもう一つ文書で 確認できる名前なんですけれども、鉄道員まあ、その後鉄道所になるんですが、沖縄県営軽便鉄道で沖縄県営鉄道ま県営という風に名称がついているのが確認ができます。で、ちょっとまたこちらは資料の紹介なんですが、沖縄県霊気集っていう風うにそういう本があるんですが、それを見てみると大正3年ですね沖縄県鉄道管理規定っていう風うに。 文字が確認することができます。で、えー、もう一つ国側の資料ですね、官報になるんですけれども、官報の方で、えー、沖縄県営軽便鉄道っていうのをあのまあ設置してしますよというような、えー、官報の記事が見れます。もう一つ先ほどご紹介した鉄道省の文書ではどういうふうになっているかというのも表紙にもう見えてるんですけれども。 えー、京弁鉄道の欄に沖縄県営鉄道というのが名称として見ることが見れますので、まあ、県営鉄道であったり京弁鉄道であったりっていうふうにいろいろと名称が出てくるんですが、まあ、この登録の際にですね国登録記念物の登録の際に、えー、沖縄県鉄道管理所の用いた沖縄県鉄道の名称をちょっと使用,しよう使用するんですがただあの本当に先ほど言った 警備員というふうに沖縄の人からは広く親しまれてましたので「警備員」というふうに呼ぶことも積極的に取り入れています。でまあ今後については一応柱の方は今保存処理をしています。でレールなんですが来年度またちょっと調査を入れて、えー、再来年度ぐらいからちょっと見えるように整備ができたらいいだというふうにちょっと思っています。でこれが、まあえー、与那原駅の現状に あります一旦ちょっとスライドの方を変えさせていただきます。えー、次なんですけども活用の中でまあちょっとあの普段見れないのをどういうふうに活用するか、まあ、いろいろと駅舎の中でのイベントだったりとかってもあるんですけども一個そのウォーキングですね。<laughs> ヨナバル線路の 後をたどるということで、一回2019年にイベントの本を開催しています。これもヨナナハからヨナ,ヨナバルからナハまで歩くというのを実施をしています。で、こちらのちょっと紹介をさせていただきます。で、こっちはヨナヨナハヨナバル間ですね。ヨナバルの駅舎を駅舎からナハの転車台まで見える現在残されている。 鉄道関連の遺跡遺跡移行を見ながら歩くというようなイベントを開催しています。で主催がですね与那原町立与那原警備員駅舎の方で主催をして私たち与那原町教育委員会の方で協力をして観光商工課の方にも協力の方を、ね、していただいているイベントになります。でこの2019年12月7日ですね。でまあ那覇 ヨナバル線の開通150周年に合わせて行われたイベントになります。150周年、はい、すみません、150周年ですね。で、えー、ヨナバル駅舎から那覇の転車台を目指して歩くと約10キロですね。をウォーキングをしました。で、なかなかこう歩道ですね。車では入れないのところも入りま、歩きますので、まあ15名、まあ安全に歩道を歩ける人数ということで。 事前申しし込み制で15名といいううふうにしていますただ残念ながら12月7日が雨天だったので12月21日に急遽延期をして行うことにしました。で同時開催なんですけれどもあのパネル展ということで駅舎の中でパネル展の方も実施しています。でこのまあ12月になぜ開催したかと先ほっき言ったあの那覇与那原の営業開始日ということになりますので,でそれに合わせてまあ 行うのとまた11月1日から7日っていうのが毎年ですね文化財の保護協調習慣になってますのでその間をとって11月の15日から12月9日まこれもウォーキングの延長に延期に伴って延長をしているパネル展です。なななので歩いていいてただきながら、まあ、どうううふうな 原駅跡だったのかな那覇駅まだ歩いてみようかなっていうような形になっていますちょっとちっちゃなパネル展なんですけれども展示をしている様子になりますでナバ原駅からウォーキングの様子なんですけれどもナバ原駅で出発式をまず行いますで出発式、まあ、出発する前の写真ですねこ1時半に出発するんですがこのえー 地図をですね見ながら歩いていただくんですけれども、今日ちょっとあの会場にもいらっしゃってるんですけれども、波平先生はじめとする沖縄散策半社会ということで、この沖縄警備鉄道マップというのがあります。これすごく分かりやすいので、あの自分で歩いてみたい方、ぜひぜひあの書店にもありますので、あ、駅舎の方でも売ってますのでご覧いただければと思います。で、このえっ、ー、と地図の方分かりやすく1枚にまとめたものをまあ、持ちながら 行とかをです、ね、見ながら歩いていてくイベントですでこの本の中に「ここはまだ残ってますよ」っていうような印が、まあ、記されてますので,でそこで、まあ、これ狭いんですけれども大体いいやっぱりその警備員が通ってた平坦でこ,のこれ県の今県討ちになっているかと思うんですけれどもそのほんと線路の跡をちょこ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 みんなで歩いていくっていうようなイベントになります。 でなかなか残ってないところもあるので、まあ、あの本当に疲れながら笑いながらでところどころに解説を入れながら歩いていくという、ね、イベントですね。で那覇の方のまあこういう意向があるのでそちらの方で、まあえー、解説等ですね行いながらゆっくりゆっくり歩いていく。で1時半に出発しても日が暮れてきている状態で、まあ、12月なので那覇 転写台のところすごくイルミネーションがきれいだったんですねなんかすねごくなんか達成感を余計に感じるような、えー、ゴールの風景になります。でゴールで那覇の那覇駅の転車台ですねをみんなで見てで撮影漢方の記念撮影ということでスタッフも含めて一緒に記念撮影をしています。で どれぐらいかかったかと言いますと与那原駅を1時半に出発しまして、まあ、途中休憩も挟むんですけれども休憩と解説を挟んで6時半に那覇駅に到着しますなのでゆっくりゆっくり歩いて5時間ぐらいかかりますなのでまあ自分で歩きたい方はまあの本を見ながら大体3時間半から4時間ぐらいでは歩くことができるかなと思いますでこれに関してはちょっとその定期的に開催したいねというふうに あの警備員役者さんのことも話をしたんですがその後、まあ、あのコロナ禍でなかなか開催ができないということで今年度開催ができたらいいなとは思ってるんですがちょっとマスク外した状態で歩きますので今年度の開催もちょっと計画をしてどうなるかというところですね。はい、以上ですねあの「警備員ウォーク」の様子の方をお伝えしました。 あの先生とのお付き合いはですね、もう20数年させていただいてるんですけど、初めてあの先生に僕があのお会いしたときに、一番先に連れて行っていただいたのが名護のネオパークだったんですよ。そ, <laughs> それであのまああのそこのところのちょっとお話を今日上原さんもお見なのでお話いただけますか。はいはいはい、駅舎だけできているのは珍しいっていうけども、駅舎だけできてて。 えー、汽車が走ってるところが一つだけあるんです。それは名古屋のネオパーク。名古屋駅という立派な駅舎ができてましてね。そこに4分の3の大きさで昔の軽便鉄道をそのままにした汽車ポッポが走ってるんです、ね、で、これはね、大変貴重な、ただの遊園地の乗り物と違って、昔の軽便を 懐かしみそしてそれを現代のライトレールにつなげようというネオパークの意思の現れである、えー、それが私は大変うれ、あのー、しくて、あのー、最初の頃から、あのー、なんとか力をここならないかと思って努力をし続けております。今日 名古屋のレオパークからあの上原さんがお見えになっているのとてもうれしいので、うんえー、上原さんからもいろいろお話を聞いてみたいと思います、うん、あの上原さんですねあの先ほども言ったように初めて先生に連れて行っていただいたのがお宅だったんですよだから最初にあのやはり観光に来たらまずあのご案内してくださるのは首里城とか。 と思うんですけどあの先生はあの今から汽車ポッ乗り行くぞということであの名護まで連れて行かれたんですがその時に初めてあの中に遊覧鉄道があるということをですね知ったんですがまああのいきさつについてちょっと教えていただけますか。はい、えーまあ、警備員鉄道がなぜ名護に来たのかっていうことなんですけれどもまああの、まあ、ネオパークとしてあの園内の中に大きな目玉 そういったものをまず作ろうという発想の中でいろんなアイデアがあったんですけれどもその中で鉄道っていうのをまず考えていった時にかつてそうですよねでそれをずっといろいろと勉強していくと嘉手納まであったんだけれども嘉手納から北の方にはないんだなかったんだと。これはなんかあの 実際には作ろうとする計画もあったんじゃないかっていうところまでたどり着いて、まあ、そうであればあのそれを目指す素材にしてネオパークとしては、まあ、園内の活性化それからまあ観光の一つの資源としての活用とかでもっと大きな夢を持つんであればさらにあの名屋の中にもさっき先生がおっしゃったようにあの、まあ、町と町をつなぐそういったあの鉄道っていうもの,ののまず、まあ、起点 みたいいいなも目指そううじゃないかと,いうことでです、ね、まあですから最初はそのネオパークの中で鉄を走らせるで走らせたところから外側に向かって線路をねあの並べたんですよ。でこれどういう意味があるかというとここからネオパークは今あのネオパークの警備員鉄を園内をこう一周するあの1 2キロのねあの動物園の中を走る列車電車なんですけどね。 そこから名古屋の市内に向かって走らそうという意思表示のために、まあ今でもあるんですけどね、あのレールを外に向けたんですよ。で、それはこういった規則あるんだよってみんなに説明して回って、有給くくはあのやっぱりみんなにこの京浜鉄とネオパークの京浜鉄を通じて名古屋市内、引いてはまあ北部の方にそういったあの鉄道を使った広がりを見せていきたいなっていうのがまあ動機だったんですよね。 あなるほどですね。あの、先生、あの、鉄道、まあ、あの、ネオパークの中の鉄道でですね、あの、僕はやっぱり、あの、沖縄といえば、どうしてもあの、サトウキビのイメージがありますし、警備員鉄道もそうですよね。あの、今、上原さんに、どこかにね、サトウキビを植えてもらえないかということをお願いしてます。いかがでしょうか。はい、面白い発想だと思いますね。本当の人は、サトウキビって見たことがないんです。あの、 あとでまたお話出てくるかもしれません。南大東島に私は、汽車ぼっぽに乗りに行った時に初、初生まれて初めて、トウキビというのを見たわけです。でそういったようなもの珍しさというものもありますし、沖縄らしい風景を、あの、名護のネオパークが自然の形で生かそうと努力をしているならば、 そういったあの沖縄的風景を周りにこうセットされるのも大変あのただの遊園地の汽車ポッぽと違ってあの歴史を感じさせる大事ないいあのポイントになると思いますのでできれば大いにそういうことは努力をしていただきたいなというふうに思います。 あの、よく、ほら、あの、観光地に行ったら、あの、まあ、オーナー制度とか、苗木を買ってもらったりとかですね、そういうのもあると思うんですよ。だからやっぱり、あの、観光に来て、あの、自分がお金を出してですね、サトウキビの苗を買って、そこに植えてたら、また大きくなった時に来たいかなと思ったりしてるんでですね、まあ、ぜひ、あの、そういう形で実現していただけたらどうかなと思ってるんですよ。 それともあのこれからネオパークさんが目指してるこれからの,あの新しいもっとあの踏み込んだあの園内の鉄道というのはどのような構想をお持ちなんでしょうかね。とそうですね、まあ、さっき言ったあのサトウキビって意外とあの、まあ、県民である我々はあんまりただあのその辺に生えてるっしゃっ昔はねあのあの引っこ抜いてまあガチガチかじってたっていう時代なんだがあのだったんですけど。 まあ、その程度の、まあ、感覚じゃなかったんですけど。まあ、意外と、まあ、豊かさ、なんか、あの。あの草、奥さん、何みたいなね、そんな感じで、おっしゃったんですけど。まあ、あの、実際には、その、サトウキビって、当時は、沖縄のね、主産業。になってましたよね。まあ、そういった意味では、あの、それを。活用するっていう、まあ、新たなアイデア。っていうのは、ちょっと、あの。目から鱗じゃないけど、まあ、そんなイメージありますよね。で、そういったものを活用して。また、観光。 活性化でよりまあそれはまたネオパークの本物の汽車というかねあの実際に動いてる汽車の沿線だからこそ生きるっていうのがあると思うんですよね。うん、一つだけちょっとお話りしたいことがあるんですけど観光列車っても確かにそうなんですけどあのやっぱり警備員ってその,この歴史を伝えたいっていうことで、まあ、今我々が取り組んでいるのはあの平和学習、まあ、これにあの活用しようではないかということで。うん あの実際にあの警備員鉄道を通じて買ってあった警備員の歴史についての,、まあ、あの学習をしてもらいたいなっていうことで新たにちょっと別の車両も作りましてねでその車両を活用して実際にあの動いてるものを触って、まあ、運転してもらってあの実際に警備員鉄道、まあ、買ってあの走ってた警備員鉄道を、まあ、あの実体験してもらう。 そういったものを今取り組んでいる最中なんですよ。で、これはもう今年十二月あのまあ今年の末ぐらいです一応スタートしてですね一月二月ぐらいにある程度の活字できるかなっていうところのスピード感でですね今取り組んでいる最中なんですね。まあですから観光プラスその平和学術あの、えー、私があのー 持ってた鉄道グッズを揺れる展示館というところにずっとの展示保存しておりましたけども、三両編成になるためにどうしても狭くなってしまうということで、それを与那原町とあの、名護ネオパークとにそれぞれ分けてあの、遺憾をさせていただいて、それが近々またあの展示にも 使われるというふうに聞いておりますので、えー、それも合わせてせっかくのこの機会に、えーえー、PR させていただこうと思います。<music> あのせっかく米原というのは沖縄の鉄道の発祥の地です。 この発祥の地いまだにあのいわゆる軌道系鉄道が走ってないというのは非常に残念なことで、ね、なりません。やっぱり私としては早くあの鉄道を引きたいと。今日本中が何か忙しくて新幹線はどんどん作るわ。リニアカーはどんどん作るわと。 いうことはやってますけれども肝心の日常の暮らしのための鉄道ということがおろそかになっているそれから赤字線はどんどんあの廃止するような方向に向かっているえもう結局は車社会これなんとかしていかなければいけないというのでえ知恵を絞るわけですがモノレールというのはあれはもともと観光地の 遊園地の乗り物であれを都市計画に使うというのはあの日本が初めてに近いものなんでえ高いところを通りますから景色はいいですけども乗り降りが不便ですし日常の暮らしにはやはり抵抗感があることにお年寄りが増えてくれば来るほどもっともっと便利なものが欲しくなってくる。 そこで今あの車社会の中で最も受け入れられやすい鉄道というのはライトレール軽い電車路面電車ですけれどもこういう路面電車はぜひ沖縄には欲しい。これはもう床も低いし窓も大きいしデザインは立派ですしそしてあの街角ごとに乗り降りができる。 お年寄り向きでもあるし、えー、駐車場もいらないということになるとこの私としては沖縄にはぜひ路面電車を早く取り入れてほしいなというふうに思うんです。で路面電車というとね、えー、何かもともとあのち、うんちん型ごと電車を 皆さん思われるでしょうけども例えば今日私ここに持ってきてるこれあのフランスのストラスブールの街の路面でこれもう10年近く前の私が行った時の写真ですけども街の中に車は一切入れません。 でもうこの電車でしか町の中に入っていけない。でも町はみんなとても人で賑わってます。車の姿がない。それからあのこれは町の真ん中ですけども少し外れたらあの出機時期は全部あの芝生になっている。いうふうになってとてもあの町の風景もそれからあの。 環境も大変優しいもので、そういうものをぜひ。と、那覇と与那原の間には、あの、走らせたら。いいんじゃないかなと思います。例えば、あの、マイスが今度できる。マイスが、なんか規模が小さくなっちゃった。だから、うん、しとしてますけれども。せっかくなら、この機会に、あの。 沖縄中のそういう国際的な組織機構施設にみんなどこも車で交通が不便です公共交通の最も便利な枚数を作ってみたらいいんじゃないですか。そういうことだとかそれから緑の,あの芝生も 取り入れながらあの,勝手の軽便鉄道は国がやってくれなかったから県がやってるんですそういう心意気というのがどこへ行ってしまってんだろうかというふうに私は思います。で日本でも例えば鹿児島なんかは今町の真ん中中心部はあの電車の下は全部芝生になってます。 もうヨーロッパでもあっちこっちでいろいろな路面電車を乗りましたけれどもドイツのフライブルクなんていうのは本当に緑の中を電車が走ってるそういったようなことを本気でどんどんやっていくと何あの南北中間鉄道がいつできるかなんてそういう問題よりももっとあの地元の毎日の暮らしというものも 考えていきたいなというふうに思います。で、もともと路面電車というのは昔はね。あの馬車鉄道鉄道馬車え。あの与那原はあのさっきあ説明がありました。けども、も夜ん与那とお那覇の間はもうあの警備員よりも先に開通していますで。 馬車鉄道というとどういうものかというとあのこれはね北海道の,あ,のあるところに復元されている馬車鉄道この馬が昔の,あの東京の銀座通りも全部これだったわけです。この馬が電気に変わったのが路面電車だというふうに考えていただきたいと思う。 であのそれも例えばあの路面電車50人人を運ぶために今の,あの車社会の車状態これ那覇市の広報誌から撮った写真ですけどもこれを路面電車にすればこれ,でこれだけで済むわけです。えこういったえこういったようなことをねえあ失礼してこれ,こ,れこれが。 こっちがこれから路面電車で50人これも50人いかに道路を無駄に使っているか駐車場を無駄に使っているかといったようなことも考え合わせながらあの考えていかなければいけないそういうふうに思いますそのためにあのせっかくここはあの鉄道発祥の地ですからこの新しいライトレールも発祥の地に どううううししてしてみなないいだろうかなというふうに思いますそのためにあの駅舎とかそういったようなものをただあの観光資源として残すだけでなしにそれを心の中に食い止めて是非夜なばるを鉄道の街というぐらいの気持ちになって新しい街づくりをやっていただいたらどうだろうかなというふうに思っております。